国見町というところに生まれました。近くに幼稚園がありまして、そこに年中さんから通ってたと思います。で、年長になった頃、たくさんの積み木が入って、その積み木を一人で全部取って、なんか建物を作って、近所の子と結婚の約束をしたような思いで、そういう思い出がどうも今浮かびました。で、それが今の奥さん。いや、違います。あんまり女性の方には恵まれなくてですね、26歳で、結婚しました。で、早く、その後も授かりまして、現在上はと大学を卒業して、下は、大学2年生の娘がいます。そういう家庭に入ると、こういう父親ですけど、満身なので、山形で恋をしてみたいと思います。そういう話をすると寮母が気をつけてよ、立つとどこどこの監督が調子に乗るからねっていうのがインターネットに流れてるよっていうのが出まして、くれぐれも気をつけてます。何があったら指導してください。よろしくお願いします。